覚悟しやがれ。俺様は甘くないぞ。決めちまったんだよ、様を完全に消去してやるって。俺様もなれるんだよ、伝説のスーパーサイヤ人にな。仕方ないですね、戦いましょう。これが人口です。水を癒やさせて捕らえましたよ。ここまでです。全ては計算通りです。お願いします。そうですね、劇場版でも登場しましたが、スーパーサイジゴッド、スーパーサイジベジータの、登場となります。技の方ですね、悟空と同じように、タイミング押しの強化で、技が強くなってたところと、スピード系の技を少し強化するような形で、キャラクターの性能が、構成されております、はい。なので、いろいろちょっと原作再現しているセリフとかもありますので、はい、皆さんお楽しみということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。それともう一つキャラですね、はい、はい、ちょっとおーっていう声も上がってましたが、一番おーって、カイカイって言って、はいはいはい、カッチンコの中に敵キャラを閉じ込めたり、はい、自分も入ったりできます。え、自分も入るんですか。自分も入ってる、3枚目の、そうですね、そう、それが中に入ってる様子で、はい、2対1の状況を作るためのちょっと仕様が結構盛りだくさんで、今までなかったような能力を持って、はい、サポート特化っていう感じですかね、はい、味方を回復したりですとか、はい、今までなかった能力ですから、はい、そういったあたりを使っていただければと思います。このゲームがもより面白くなるような仕様で、はい、構成しておりますので、皆さん、